目の輝きがなくなった。あーあー、びっくりした。ヤンコマ兄に愛されすぎて友達ができない。はい、どうも皆さんこんにちは、ボルボックスでございます。今回もですね、こちらの続きをやっていきたいと思います。前回どこまで行ったかな。あれだ、先生をね、先生を確か、ね、もうちょっとでホモに襲われそうになっていた先生を、助けるホモはい、続きから行きましょう。はい、これですね。ごめんな、急にこんな話しちまって。そうだったね、前回ちょっと暗い話だったね。ずっと前回私この竹抜き先生のことをカンヌキ先生って呼んでましたね。すいませんでした。竹抜き蓮さんですね。はい。ところで、ヒイラギはどうしてこんな時間にこんなところにいるんだ。まだ授業中だろ。ああ、今日は具合が悪くて早退を。そうだよね、ヒイラギくんも早く帰らないとね帰ったら帰ったで楓くんがいるんですが、そういえば、竹抜きと川内を見てびっくりしてしまって具合が悪いことを忘れてしまった。ああ、そうなんだ。え、そうだったのか。すまないヒイラギ、具合が悪いのに。でもなんでヒイラギくんは具合悪くなっちゃったんだろう。やっぱり兄ちゃんに睡眠薬をね、ホモ独特の独特っていうか特有のね、睡眠薬でも盛られたのかな。あ、いや大丈夫です、吐き気も収まったし。そうか、でも本当にありがとう、俺なんかのことを助けてくれて。こんなこと楓に知られたら良くないんじゃないか。え、先生、もしかして楓くんと柊くんのこの関係を知っている唯一の人間。これはちょっと心強いですね。ええってなるよね。俺もなっちゃった、先になっちゃってごめんなさいどうして楓に知られるとまずいことを知っているんだ。まさかこいつは楓の本性を知って。だって楓、俺のことを嫌いだろ。あ、そうなの。え楓くん嫌いな人多いな。へえ、あ、ごめんこんなこと言って。でもな、俺は楓とももっと仲良くできればいいなって思ってるんだ。せっかくミスケンに入ってくれたんだし。あれ、じゃあなんだろうこの竹抜き先生があのミスケンの総本山じゃなくて総司令なんだ総司令ですねあ、じゃあこれで全員揃ったね、ミスケン。なんで楓があんたのこと嫌いだって分かったんだ。なんでって、そりゃあれだけ敵意をむき出しにされたら分かるさ。確かにね。楓、俺が話しかけると一瞬無表情になってすぐに作り笑いして、話す口調も俺が相手だと少し違うだろう。すごいね竹抜き先生、これはかなりいい仲間を手に入れたんじゃないでしょうか。驚いた、まさか竹抜きがそんなことに気づいてたなんて。そうだよね、楓は作り笑いが得意だ。いくら機嫌が悪くても笑顔を決して崩さねえ怖いな。楓の、些細な変化を理解できるのは俺だけだと思っていたのに。俺、楓の嫌がることを無意識のうちにしちまってるのかな。悪いところがあったら直していきたいんだが、楓にも部活を楽しんでほしいからな。相変わらず先生の鏡ですね。あ、でもあれか、なんで嫌われているかわからないんだね。じゃあこの楓くんと柊くんがホモであるということはまだバレてないってことか。楓やイブってさ、部活動あんまり楽しんでなさそうだろ。だから俺、二人にもできるだけ楽しんでもらいたくてさ、みんなで楽しめることをいろいろ試してきたつもりだったんだがなんだか空回ってばっかで情けないよな。イブさんは確か、あれ副部長、あれ部長さんだったかな。部長さんもあんまり部長なのに楽しんでないのか大変だな先生。竹抜きは自分が嫌われていると分かった上で楓にも気を使っていたのか。楓が竹抜きのことを嫌っている原因には心当たりがあった。接近しすぎなんだよね多分この
うん、ヒイラギ君にね。あんた、楓の嫌いだった人に少しだけ似てるんだよ。え？なんか近い人多いね。あの、お母さんに似てる先生出てきたり、嫌いな人に似てる先生も出てくるのか。うん。え？そうなのか。え、これもなんだろう。この前作のゲームやったらわかるってことかな。うん、ちょっと気になりますね。あ、だから、あんたが悪いわけじゃない。うん。でも、ただ似てるってだけだからね。そっか。ごめんな、ヒラギ。気を使わせちまって。具合悪いんだろ？車をそばに置いてるから、家まで送るよ。お、いいですね。優しいですね。え、でも大丈夫？家に着きましたってなった瞬間、お兄ちゃんがバーンって待ってたら、わー、怖いね、それもね。あ、いや、大丈夫だから。うん、ここは回避した方がいいかな。もし万が一、楓に、カンヌキじゃないや、また、タケヌキと一緒にいたことがバレたら困る。本当に大丈夫か？うん。平気だから。選択肢かな？俺はすぐに立ち上がり、公園を後にした。ああ、さすがに竹抜き先生をね、あの、危険な目に遭わすわけにはいかないか。途中、トイレにトイレにカバンを忘れた、ことに気づき、俺は手早くカバンを回収して、帰路に着いた。うん。クレヨンしんちゃんの風間くんみたい。久しぶりに、楓以外の人間と、まともに、会話した気がする。うん、そうだね。竹抜きのことは嫌いじゃない。楓は竹抜きのことを優しいふりをした偽善者。ああ、でもそう思っちゃう人は思っちゃうか。だと言っていたが、俺はそうは思わない。竹抜きはちゃんと生徒と向き合おうとする。いい先生だと思う。うん。私もそう、また噛んじゃったよ。そう思いますけどね。竹抜きと話していると、昔を少しだけ思い出して胸が痛んだ。どうして？竹抜きはどことなく雰囲気が似ているんだ。あの人に。わかんないぞ。誰？この大事な名前なのに読めない。さなえさん？かなえさん？うん。多分そのあたりだと思うんだけど。そのあたりさん。ごめん。ちょっと読めませんでした。うん。ヒイラギ、大丈夫かな？うん、でも具合は良くなったって言ってたよね。平気だと言っていたけれど、顔色が優れなかった。そうなんだ。うん、やっぱり断られても、車で家まで送っていた方が良かったかもしれない。電話だ。その時、突然電話が鳴った。誰だろう？楓くんかな？カオルくん？カオルくん？違うか？もしもし、すみれ？あ、すみれちゃんね。あ、この子が、なんだろう、交通事故に遭いそうになってたすみれちゃん？あ、前回会ってかもね。うん。今終わったよ。それよりレンちゃん、何かあったの？あれ？レンさんは、のんけでいらっしゃる。あー、これでまた、あれですね、4人のんけだと、じゃない、ホモだと思ってたけど、どうやら、この作品にはあの2人しかいないようですね。ドキリとした。カナエは何か感づいているのか？川内のことはできるだけカナエに気づかれないようにしているんだけど。このカナエちゃんも病んでるじゃないよね。だってレンちゃん、今日は授業が終わるまでには学校に帰ってくるって言ってたのに、まだ帰ってきてないじゃん。私、レンちゃんがいつ帰ってくるんだろうってずっと裏門の方見てたのに。あー、じゃあなんだろう。あ、帰ってこなかった。まだ帰ってないんだね。そうだったね。あの、やられたからね。やられそうになったからね。うん。お前な、授業中はちゃんと黒板に集中しろよ。うん、でもこっちはこっちで結構いけない関係ですね。よかった。感づかれていたわけじゃなさそうだ。ちょっと、帰る途中で迷子を見つけてさ、交番まで送っていったんだよ。だから、お前が心配するようなことは何も。何もで止まっちゃったけど大丈夫？嘘。あ、よかった。なんか急にブチ切れんのかと思った。あー、もうヤンデレ系ばっかりやってるからね。うん。え？え？嘘。何かあったでしょ、レンちゃん。私、声を聞くだけでレンちゃんが嘘ついてるかどうかぐらいわかるんだからね。レンちゃん、何か隠し事してるでしょ。おー、鋭い。ちょっと怖いな、鋭いのも。うん。
鋭い怖い怖いはい、想像していたよりもカナエが鋭いことに驚いた。スミレ、お前の考えすぎ。カナエじゃなかった、スミレちゃんだ。本当に何もないから心配すんなよ。スミレちゃんね、ごめんなさい、うん、覚えとくよ。俺はできるだけ落ち着いた口調で返す。レンちゃん、私レンちゃんから見たらまだまだ子供だし、全然頼りないしバカだけど、レンちゃんのことわかりたいって思ってるからね。レンちゃんが話してくれるまでずっとずっと待ってるからね。うん、純愛ですね、こちらの方は。あ、いいな、こっち羨ましいな。あの兄弟はちょっとドロドロしてるからね。スミレ、うん、スミレちゃんね、はい、覚えましたよ。姉ちゃんも私に言えないことがあることぐらい私もわかってるよ。私は子供だし、私のことを気遣ってることも知ってるよ。だけど気になってるんだからね。無理には聞かないけどさ、うん、ちょっとホモに襲われておりますが、やっぱりこのことは言えないよね。まさかホモに狙われていますとは言えないか、うん、だからね、いつか絶対話してね。どんなことでも私は受け止めてみせるから。本当か、大丈夫かい。すみれ、ありがとう。え、なんか怖いな、レンさん、ちょっと大丈夫。ヤンデレゲーずっとやってきてるから、ヤンデレゲーっていうか、うん、そういう系のゲームも結構経験済みなんで、刺されたりしないよね、さっきの子から。いつまでも子供のも、ままだと思っていたが、スミレもどんどん大人になってきてるんだな。うん、スミレの純粋な思いに、そうだね、こっちは純粋ですね。今まで感じていた重苦しい気分が晴れていく。スミレ、俺昔から恋愛って苦手なんだ。うん、知ってるよ、レンちゃんモテるからたくさんの人に告白されて断るたびに悩んでたもんね。ああ、やっぱりモテますな。うん、恋愛感情って難しいな。俺はみんなと仲良くしたいだけなんだが。うん、そういうレンちゃんの優しいところが周りに誤解を与えてるんだよ。レンちゃんみたいな人に優しくされたら誰だって勘違いしちゃうんだからね。うん、確かに、うん、私も。はい、でもな、うん、将来結婚して一緒に家庭を築きたいって思うのはお前だけだからな。うん、やっぱり優しい人ですね、よく言った。うん。私が偉そうに言うあれでもないんですが、うん、でもこのスメルちゃんが卒業すれば結婚できるんじゃないの。あと何年だろう、2年ぐらいかな。もう学校に戻るから。あ、部活早く行くんだぞ。うん、はい、しばしのしばしのね、のんけパートでした。はい、俺は自分の言ったことを恥ずかしくなり慌てて電話を切った。何言ってんだよ俺。スミレとは長い付き合いだが、年が離れてるし、今は生徒と教師という間柄なのに、そんな、スミレにプロポーズみたいなことを言って、犯罪だろ犯罪。でもスミレにちゃんと自分の気持ちを伝えたかった。俺は昔からずっと恋愛に、恋愛に疎かった。うん、誰かと付き合いたいとか、キスしたいとか、抱き合いたいとか、思ったことないし、正直今でも思わない。うん、みんなと友達のように仲良くしたいとは思うのに、誰かと、恋人同士になりたいと考えたことはなかった。うん、うん、なるほど、イケメンなんですけどね。それがおかしいことは分かっていたが、どうしようもなかった。スミレにもそういうことをしたいとは感じていない。そうなんだ。スミレもそのこと分かっている、分かってはいるみたいだ。うん、だけどスミレが昔からずっと言ってきた俺との未来、結婚して子供を作って、君、こんないいところでも噛んじゃうのか私は。うん、記念日には家族でお祝いして、休日には手をつないでお出かけをして、どこにでもありふれている家庭の情景、それにとても
憧れた。うん、そういう未来を、実現させたいと思った。スミレと家族になって幸せな家庭を築きたいと思った。恋愛感情を理解できていないのに矛盾しているよな。だけどスミレとなら、スミレは俺にとって特別だから。あ、じゃあこれで、これがすなわち恋愛感情なのでは。さーて、ホモのパートが来た来るか、久しぶりに。フラフラした。こっちはもう最悪だな。フラフラした足取りだったが、無事に家まで帰ってきたぜ。いつもより明るい時間に家に帰るのは不思議な気分だ。ああ、それわかるわかる。いや、それより楓と一緒じゃないことが不思議な気分なんだ。楓は常に一緒にいる。学校でも家でも休みの日でもずっと楓と一緒なんだ。楓がいない、こんなことめったにないことだ。よし、はしゃげるぜこのままのんけになっちゃう？それはないか。楓の帰りをおとなしく待っていれば、またあの嫌な夜が来る。毎晩？毎晩なの？だけど今なら楓はいない。お、よからぬことを思ってますね。今これはチャンスなのかもしれない。俺は、なるほど、ここで私に全てを託すわけだいいですね。はい、ということで今回は時間もいいところですので、この辺で以上とさせていただきます。次回もお楽しみに。さよならー。